北山底面ソーレのこれってどうですかさあ今週のこの時間は私北山底面ソーレがいろんなものをこうプレゼンするよというコーナーでございますが今日は「万年筆」をちょっとご紹介しようかなご紹介っつったってもそんなずいぶん昔からある引き用具ではありますがむっしーは万年筆使ってますか でなかったんですよね。なのでね。はい今日は楽しみにさよでございますか。まあ万年筆ってどういうイメージありますかね。えんだろうちょっとお高いイメージ。なるほど。そうなんですよね。ちょっとお高い。うん。あとはなんか書くのがめんど難しそう。めんどくさい。あとは字を書くことにこだわりがある人なんなるほど。ちょっイメージです。敷居が一つね高かったりしますよね。でもね。 実はそううでもないといと話を今日しようかなと思うんですがまずねマンデイスだってボールペンだってもうすごいいいのあんじゃんって、うん、いやもう今日いいよもう何面倒くせえのってなると思うんだけど <laughs> あのいいところがいくつかありまして、えーあのー、力をのこれいろいろ調べてみると、うん、まず真っ先に挙げられるのがそれなのよ。うんあのー、ボールペンって ボールをこう紙に当てて転がすんだね。そのこ、うん、転がすとインクが出るっていう仕組みなのよ。うんはい、で、こいつはあのー、万年筆はペン先を紙の上に置くと、もうインクが出てくるの<ー>だから、まあ強いて押さなくてもいいってなってんだけど、はい、触れるだけ触れるだけで出るのよ。触れるだけでかけるのだから、サラサラサラっとかけるから、まあ、たくさん字を書く作家さんとか。はい、あとそういう人たちは。 文豪って万年筆のイメージああるでしょりすねそういうことだったらしいんだ昔は、はい、でも今は、うん、あの水性インクボールペンのね水性インクとか、うん、あのゲルインクとかめっちゃサラサラしてるから、うん、あんま関係ないんだ今そうなんですよ、ね、ぶっちゃけボールペンでも普通に100円で買えるボールペンでもさサラサラ出てくるとなると,と,なると万年筆の強みはそう何かというとうん、うん 止め跳ね払いああというこの日本語独特の表現がボールペンよりもかっちり出る、ええ、確かにあの今日今朝、はい、実はメイソレさんから一つ視に万年筆をげましたそうなんですよ年筆いただきましてましそ,いそれでこうちょっといろいろ書いてみたら、うん、確かに普通のボールペンよりも習字のようなこう止め跳ねしっかり表現できるなと。 なんかこう味がありますよね。なんそう、そこ、そこなの。うん、あのね、ボールペンでも綺麗に字を書く方は。うん、万年筆だともっと綺麗に書ける。うんうん、で、ボールペンとかが下手、まあ、私基本字が下手なんです。はい、乱筆なの。<laughs> そうなんです、ね。ぐちゃっていう字になるの。はい、<laughs> ボールペンで書くとさ、いつもね、泣きたくなるの、俺。ええ、なんか、ほぼで書くじゃん。はい、例えば、なんだろう、あの銀行でいろいろこうやる時とかのさ、ああいう時とか。<laughs> コロナ禍でさあの食べに行くと住所書くってやるりするじゃんあの住所書くのが嫌なの確かにごめんなさいメンソーレさんの目の前にメンソーレさんのノートがありますけど4月27日水曜日以外あんまり読めないかもしれないなんだろうなちょっとこうぐちゃぐちゃっと。 じゃこういう風にボールペンだとちょっとこうあ下手だわっていうのが万年筆で書くと下手馬になるんです。下手味かな味が出るんですよ。おすすめって書かれてる文字確かにちょっと味が可愛いでしょ。可愛い可愛いこれなんこれなんですよボールペンボールペンと万年俺はね俺がいいなと思うのはそこなんです。自分の下手な文字をなんとなく味でごまかすことができる。 そしてですね、えー、これ使えば、まあ、万年筆というぐらいですから、ええ、もう生涯使えるわけですよ、うん、大事に使えばですね、うん、そういうようなところがこれはいいとこかなと思うんですが、うん、まあもちろん。 値段がちょっと高いんじゃないかとか、うん、あとはボールペンとちょっと書き方が少しコツじゃないけれども、うん、慣れがいるので今までボールペンやシャーペンばかり書いてた人はちょっとこうあなんちょっと使えないじゃんってなるような場合もあります、うんはい、あとお手入れが少し面倒くさかったりインクを置きっぱなしにすると固まっちゃったりするんでね<ー>そういうのはあるあそうそうじゃあでもなんかボールペンじゃなくて万年筆使ってみたいな、うん、でもなんかお高いんじゃないのっていう時にお試しで低価格帯のものがいっぱい出てるんでございます。 万年筆って言うと一万円オーバーっていうイメージあるかもしれませんが、一、うん、万円下どころか五千円以下どころか千円以下、え、うん、今日牛<や>に差し上げたボーペンはそうなんですよ一番安価なものをいただきました。はい、税込み三百三十円でございます。これがですね、えー、プラチナが出してプラチナ万年筆が出しているプレピーっていう名前のプレピーはいあの可愛らしい名前の万年筆でございますけれども、これは今言った通り値段がすごい安い。うん もうボールペンと、ちょっと高めのボールペンと同じぐらいのやつでございます。うん、そして、ペン先の太さが三種類あって、極細細中っていうふうに三種類あるのと。もう一個、色のバリエーションがかなりあるんですよ。あ、色もあるんですか。そう、<え>もうマネースって黒とまあ、青、大体二色です。はい、ところが、こいつ三百三十円のくせに、赤、ええ、黄色、緑、あと紫まであったかな、はあ、だから。 イラストとかかもこれけけるわですよなんそうそうそうしかも300円ぐらいとなると気軽に使えるというか気軽に使えるし太さも全部揃えたって何千円ですよ確かにこれ0.20.30.5ってすよねそういうふうになってますんでこれで色やればちょっと万年筆イラスト結構可愛いの描けたりするんで描きました何か私は描けません絵心がないのでねこうういのはまあ とっつきやすいんでスタートにまずこれで行って300円のやつで行って、はい、とはいえ300円なので、うん、高いやつに比べるとちょっと書き方すそこまで、えー、スムーズじゃなかったりするんで、うん、その後1000円台のやつ、はい、いって2000円ぐらい行って、うん、その後は55万ぐらいのに行っていただきたいのとちょっと待ってそれがすごいですけど <laughs> <あ>開きが大丈夫ですか万年筆上見るとねもう天井ないから、えー ないから恐ろししすぎて私触触れれれられななないいいかもしれない <laughs> 俺も俺りたくないですも300円でいいですってなるんですけれども <laughs>、はい、まあそういう風にして、まあ、今安い万年筆いっぱいある安くて質のいい万年筆が文房具屋さんに行けばたくさんありますので、うん、いろいろ試してもらって、はい、あら面白いじゃないってなったらそっからまあ いいろろ海外メーカーの、うん、まあ要は万年筆っていうのはヨーロッパから出てますから、はい、本場の万年筆ちょっと触ってみたりとか、うん、国内メーカーでも高いやつ行ってみたりとかで私は今ちょっとノック式の万年筆なんていうの使ってますけどこれこれとっても楽しかったりする、はいろいろあってその上ですよこれカートリッジ式のインクなんですが、うん、これを吸引式っつってインク瓶から吸い上げて使うことももちろんできる万年筆もあるわけ。<ー>そうするとね インクがまた山ほどあるわけ。インク沼、万年筆沼の中にインク沼があるっていう。そこまではまると、もう、もう、もうインクまみれですよ。ちょっと待って、インクまみれはちょっと。違いますけれども。これはね、楽しいよ。来ろうと思えば、いくらでも。来れるものはい、で、スタートは安く始められて、いくらでも楽しめるという。 やつでございます。しかも私いいなと思ったのが、先ほどのメンソーレさんから教えていただいたのが。うん、あの万年筆って、ボールペンと違って使えば使うほど、こう自分なりの。そうなんです。肩にこうなって。そう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 、ペン先がね、この個性が出てきます。うん。うん、そういう楽しみ方、万年筆を育てるという楽しみ方もありますんで。いいですね。この機会に一度、万年筆使ってみてはいかがでしょうか。うん、以上、メンソーレのこれってどうですか、でした。